プロ通算525本塁打を誇る清原和弘氏56の長男で、境内野球部3年の清原翔吾外野手21が19日、日韓スポーツの独占取材に応じ、野球や家族への思いを語った。東京六大学野球リーグの境内は、この日3日間の中津市合宿、大分、大発九州スタジアムを終了。 連日18日には、今年初の紅白戦に、4番ファースト、で先発出場した。激しい4番争いの中、父の背中を追う後の大学ラストイヤーが動き出した。写真、スタンドから試合を見つめる清原氏。境内創立者、福沢幸吉生誕の地で今年最初の合宿を終えた正午は、確かな自信を手にしていた。 チームはソフトバンク3位の広瀬をはじめ、主軸を打った選手が卒業。強打者不在となり、熾烈、熾烈、を極める4番争いの中で、正午は、ライバルは意識していない。自分のレベルアップにだけフォーカスして力を磨くだけ、と、自分自身と向き合っている。カブス鈴木のフォームを参考に、スタンスを狭め体が突っ込む癖を修正。 体も回りやすくなった、と、手応えをつかんだ。大学ラストイヤーは、父の背中を追う野球人生を象徴するスタートになった。今季初の実戦となった18日の紅白戦に、4番ファースト、デスタメン出場。テーマは、まっすぐに対応しながら変化球にもうまく対応する、こと。5打席目で直球を今年初編んだ。 6打席目にはカットボールを捉えて左前的時だとするなど悪くない結果だと思います。と、成果を口にしていた。家族のおかげで野球への覚悟が決まった。千葉は家族のため、僕の大好きな家族、隠すつもりはないです。知事期は清原という名前が嫌になった時もありましたが、今は本当にこの名字で良かったと思います。 20年のコロナ禍に、父、弟と3人で野球の練習をした。改めて野球の存在を見直し、境内野球部入部を決めた。家族4人で、新しい家族の形として、僕ももう一度、頑張ってスタートしたいと思った。そこに嫌だという思いはないです。両親の離婚で家族の形は変わったが、絆は変わっていない。 4人で食事をすると、いつも話題は野球だった。父も母も楽しそうに、頑張って、と、言ってくれる。自分が野球をすることで、みんなが笑顔になる。それが、嬉しかった。父の家族は野球がなければ家族じゃないので、野球をもう一度好きになれたのも家族のおかげ。野球が家族を結びつけた、清原家になくてはならないもの。 長男として自分がやるべきことが見えた瞬間だった。昨年は外野に転校したが、今年に入り再び一塁に挑戦中。バットもグローブも父親の形のものを使っている。ファーストは一番落ち着くポジションです、とうなずく。4番に対しても父親の背中を見て、4番を見ているので、すごいなーって思います。 打順のこだわりはないですが、もし4番を打たせてもらうことがあれば、いい一本を打ちたいです。と希望は膨らむ。伝統にはプロ志望も宣言した。両親が一番応援してくれるので、結果で恩返ししたいと思います。最後に、野球を選んでよかった。後悔はないです。そう言って、笑った。小坂よしこ。 経大の堀井哲也監督、62、は、清原についてレギュラー争いの中心として期待した。成長、経験を視野に入れ、開幕戦までしっかり競争してほしいと思っている。長距離砲が抜けた今年、清原は精神的に成長したのが大きい。チャンスはある、と明言。ソフトバンク入りした広瀬らの穴を埋めるべく、 水鳥春木外野手、3年イコール慶応。本間宗太郎、3年イコール慶応。らと共にクリーンアップを狙う。チームはこの後、鹿児島、大阪、愛知と場所を移し3月22日まで合宿を行う。清原翔吾、清原翔吾、2002年、平成14、8月23日生まれ。東京都出身。 小3からオールアザブで野球を始める。中学はバレーボール。慶応高ではアメフト。21年に慶大小学部に入学し、野球部に入り再びプレーを始めた。尊敬する人は両親。186センチ、90キロ。右投げ右打ち。